しかし一方ではこの国民感情を踏みにじる反天皇の動きがある。陛下が亡くなられてわずか1週間後、東京新宿にある日本キリスト教会館に反天皇を叫ぶ左翼グループが結集した。現実にですね、例えば今まで非常に天皇選ってある程度批判的であったさまざまな人たちが今天皇、新天皇に期待するという形で広い人の選挙参加等については述べるわけですが、現在新たに押し出されてきているさまざまな運動団体の中で100人も入れば満員になるような狭い集会場は立水の余地もないほどの参加者で渦巻った。天皇代わりに関する情報センターというのを聞いている中に作りまして、小田原則夫、彼は極左過激派と反天皇で結託していると言われる日本キリスト教団の上議員である。キリスト教信徒であるが反天皇制運動の急先鋒に立っている。これはもう常々申し上げていることですけれども、決して私たちもついに天皇が死んで X デーを迎えたわけでありますが、そうするのは歴史的にも天皇北方向一つをはじめとして反天皇闘争を職場から最終的に使うことを行ってきました。明るく楽しく私はワクワクツアーをやっていますけれども、ワクワクと天皇制反対と叫べたらいいんじゃないかなと思います。この三里塚ワクワクツアーと先ほどの東水道、東京都水道局労働組合の本体は革労協という最も過激な極左暴力集団の一つである。革労協は最近反天皇で闘争を繰り広げている。